わあどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。最近ね、東京医科大学が文科省の、まあ、息子さんを裏口入学させていたっていうことで、まあ、ニュースにはなっていたんですけれども、その話題の中心になっている東京医科大学の裏口入学をさせた生徒たちの情報が載っている裏口リストっていうのが発見されたということなんですけれども、いや、あのね、このね、裏口リストめちゃくちゃ気持ち悪いよ。この裏口リストに記載されていることとしては、裏口入学をした生徒の名前とか、この子を裏口入学させてくださいっていう紹介をしてきた人とかで、まあその紹介をしてきた人がどういう立場の人間なのかっていう役職とかも書いてあって、とにかくめちゃくちゃ人の名前があるんですよ。今話題になってるのはその文科省のまあ息子さんただ一人じゃないですか。でもその裏口リストパッと見見ただけでも20人ぐらいいて、しかもなんかねナンバーワンとか書いてあるから、まだ他にもたくさんいると思うんですよ。でまあそれとは別に他の裏口リストを見た時にほんとね気持ち悪くて、60人ぐらい名前があるんですよ。でまあそこの裏口リストには優先的に合格させてあげる人順になってたりとかして、多分それは紹介してきた人のなんか役職とかにもよるんだろうけれども、マジで汚れてる。ていうかさ、まあこの前さ、あの俺がさ東京医科大学が裏口入学させていたっていうような動画を作った時、まあコメント欄とかでいやいや他の大学もやってるよとかそういうコメント結構あったんだけれども、思った以上だった。その東京医科大学だけでもこの60人ぐらいいて、マジでね本当に思った以上、他にもいるんだろうなとは思ってたんですよ。でもなんか1年間で60人ぐらいいるんだみたいな、私立の大学で。でまあ多分ね東京医科大学だけじゃないと思うんですよ。やっぱこの問題は他の私立もねやってるところあると思うし、なんならね国公立であるかもしれないじゃないですか。だからまあなんとなくあるんだろうなとは思ってはいるんだけれども、でもねあの思った以上にいるんじゃないかなっていう、ほんとねマジでね思った以上にこの社会汚れてるなって思いました。でまあこの裏口入学はまあ普通にテストを受けて、で小論文とかが加点されるらしいんですよ。そういうあんまり答えがはっきりしてないような科目とか、まあそういう問題に加点がされるらしいんですけれども、マジでね本当かわいそうだなって思います。てかかわいそうだなっていうか、多分俺の代も多分そういうのあったと思うんですよ。でまあ俺より年上の人たちの代も結構こういうのあったと思うんだけれども、本当もうなくしていかなきゃいけないんじゃないかなって思います、本当に。はい、はい、まあということでパンチパンダでした。いやまあね、俺の視聴者さんの中にもね、もしかしたら裏口入学しました、実は俺裏口入学しましたっていうような人がいたらね、こっそりとパンチパンダの DM に送ってください。名前とか暴露しないんで、実はこの大学やってますよみたいなの、多分ね俺バカだからね普通に暴露すると思う。はい、ということでね、まあただパンチパンダね、まだまだ底辺なんで、ねやっぱね発言力がパンチパンダまだないのよ。ということでね、もっとねパンチパンダにね権力を与えてくださいということで、もしよかったらチャンネル登録お願いします。いや本当にね、この企業ブラックですよとかそういうねものがあったらね、そういう情報を与えてくれれば俺もバカだから暴露するんで。はい、まあということでね、まあこの社会は腐ってるということで、はい、だからもしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。おつさん。